こんばんは、菅田将暉です。2021年3月8日月曜日、この時間は僕、菅田将暉がお送りしてまいります。よろしくお願いします。はい、ニコラス・ケイジ結婚ということで、ね、日本人女性と結婚ですって、ね、びっくりしました。ニュース見ておめでとうございます。お会いしたことはもちろんないんですけれども、ニコラス・ケイジね、だって日本人とですよ、ね。で、しかも5回目の結婚という。さすがですね。5回目の結婚ね。やっぱスターは違いますよね。やっぱそれはそうなんですよね。スターはやっぱするんですよ。何回だって。すごいよな。なんかさすがだなっていう。で、このまあ日本人女性とのま結婚ということでニコラス・ケイジがなんかちょっとこの身近にも感じるニュースだなぁと。で、まあ、気になるのがその二人がね、どこで出会ったのかっていうことじゃないですか。まあ、もちろん海外にも日本人の方たくさんいますけど、どういうその出会いなのかみたいな、日本人と結婚したわけですから。で、それをなんかいろいろこう調べた結果なのかな、なんか言われてるのが、二人が出会ったのはニコラス・ケイジが滋賀県に滞在してる時という。嘘でしょ？これマジ嘘でしょ？滋賀県？なぜ？なんで？どういう、ね、京都じゃなくて？東京じゃなくて？何？滋賀県？はぁ。マジで渋すぎないですか？いや、その、別に滋賀県がどうとかっていうか、その、日本人同士でもあんま聞かないっすよ。滋賀県で出会ってっていう。いや、ちょっとなんか、スターすぎるっていうことは、なぜ滋賀へっていうのはね、その、だから、プライベートでさ、たぶん、まあ、新日課は新日課なのかな？めちゃくちゃ日本のことが好きなのか、まあ、でも好きだとしても、旅行でさ、何？まあ、東京じゃないとこにまず行きたいってなるわな。まあ、東京には何回も来たことあるし。新日課やから。で、じゃあ次、東京の次、関西圏だ。で、関空降りて。で、まあ、まず大阪行くよね。うん。で、いろいろ、その、なんか、道頓堀だとか、新世界の方とかいろいろ行ったんかな。うん。で、たこ焼きとか食べつつ。で、じゃあ次どうしようって、神戸、六甲山とか行ったり。行ったりして、いや、そうでしょう。行ったりして、で、まあ、兵庫の方とかも行きつつ、で、まあ、京都は、まあ、行くでしょうね、絶対。うん。で、京都行きの？で、いろいろ回りの？で、まあ、奈良か。そうね、大仏とか、何？大仏行ったり。で、まあ、まあ、一回帰るわな、多分。一回本土に。ま、こんだけ回ってるもんね。一回でまあまあ、それは向こうスターですから、それ長期滞在ですよ。でもま、一回戻り、で、次も、また日本に行こうとして、で、多分、まあ、東京で次関西圏で、次名古屋かな。うん、まあ、それはそうですよね。名古屋の方行きの、で、まあ、いろいろ周り美味しいものも食べて。で、まあ、もう一回帰り。それはもう名古屋あたりでは、だけで、それはもう今回は終わり。で、戻って、で、次また休みがある、つって、日本に行こうって、今度行ってないのどこや、つって、九州地方ってのがあるらしい。うん。いや、それはそうよ。順番的にはね、九州で、九州、まあ、福岡、行ったりで、まあ、いろいろ長崎行ったりとか、熊本とか鹿児島とか、ぐらいかな、その今回の滞在は。で、あ、でもそっか、沖縄があるか。あ、そうやわな。いや、でもどうやろ、沖縄行くかな、逆に。ニコラス・ケイジ。どう思う？ハワイがあるから、その、日本に来る、あれとして、その、南国感はいるかな？あ、でも、石垣があるか。
ああ、そうか、そういう島系ね。細かい島系も含め、そっか、それはあるな。確かに。鹿児島の奄美。ああ、確かに奄美の方もいいわな。山とか登ったりとかもいいかもな。確かに。九州地方はそれは、まあ、沖縄もあるわ、確かに。で、あ、ほんまや。で、多分、北忘れてるわ、と。北の方にでっかいとこがあるらしい、つって、次、北海道よね。北海道よ。うん。いや、これは、日本に来たことない人の順番ですよ。もう、素晴らしい順番よね。で、もう、北海道行きの海鮮、いろいろうまい。寿司だ！これが本当の寿司だ。イカ透明やん！ええー、っていう。ニコラス・ケイジの本気のイカ透明やん。ちょっと、痛いな。箱だってなんで箱だってやん。まあまあまあ、それはそうですよね。ほんで、で、まあ一通りとりあえず日本制覇しましたと。まあまあまあ、それでも四国だなんだであるけれど、で、だいたいこういう RPG2 周目ってさ、取りこぼしたとこ行くから、で、関西圏で、滋賀まで遠いな。なかなか、いや、めちゃくちゃいいところよ。めちゃくちゃいいところやし、うん。それは関西人からしたら大事なところですからね、滋賀っていうのは。その、どこ行く？その、でも自分が、いや、滋賀県自体はそうやねんけど、でも自分がさ、アメリカ在住でさ、日本に行くってなった順番として、どういう順になんのかなっていう。なぜっていう。いや、この、大阪民としてはね、こうやってその、たまに、滋賀県のことはこうやって言ったりすると、あれだ、あんまり言い過ぎるとあれなんですよ。お前らいいんかと、大阪人。そんなこと言ったら水止めるぞって。琵琶湖から水はこうね、来てるわけで、僕らいただいてるわけですから。水止めたろかっていうね、あんまいじったりすぎるとっていうやりとりがよくあるんですけどね。あれなんやけれども。いや、渋いわなぁ。どう、だって、一回逆に考えてみよう。俺ら日本人です。で、アメリカに行くとして。ね。アメリカに行くとしてさ、まずどうする？ いわゆるはニューヨークとか、他のブルックリンとか、なんていうの？ LA よね？ラスベガ、ロサンゼルスみたいな。ラスベガスとかもそうか。みたいなさ、ところにまず行くですね。あとハワイですよ。ね？なのに、ニコラスは俺らで言うカンザス。お前ら一発目にカンザスみたいなことでしょ？え？っていう。おはよう？おはように？何故？っていう。いや、おはよう自体がダメとかじゃなくて、なんていうの？素人としてのこの順番ですよね。まずはやっぱ有名どころって思うから、まあだいぶいろいろ知ってるから、もうあれなんかな。もう和歌山のアドベンチャーワールドとかも行ったり。和歌山も行き、関西あとどこや。関西好きなんかな。関西好き説あるよね。滋賀でってなるとね。行き尽くしてないとやっぱりそこに、そこにはなかなか、だからレンタカーで。琵琶湖をぐるー回って。マジか、ニコラス。レンタカー借りて、琵琶湖一周して、こう、もう海やんもうこれ海やんってずっと言いながら、回ってんのかな。で、ガイドさんにここの湖で、こう、水は、大阪の人とかは、あ、俺が行ったあそこもみたいな。なんかなーっていう。いや、ちょっとすごいっすよね。で、どうやら1年以上前に出会ってるらしいと。この、結婚した、その日本人女性の方とね、ニコラスは。で、だからその他に考えられるのはやっぱ撮影で、仕事で、その、滋賀県へ。滋賀で撮影。もしくは琵琶湖で撮影。
なのかな、撮影で来たかなんか、撮影用の準備のためにこう来たとか。あ、鳥人間ザムービーね。あー、鳥人間ザムービーで来たのかな。あれあれ誰だっけ、間宮祥太朗とか言ってたやつやんね。いたっけ、ニコラス。ニコラスいたっけ、あの群衆の中におったんかな。あれおかしいなぁ。タオちゃんやったっけのやつよね。いたっけなぁ。かなぁ。もしかしがらき焼き、しがらき焼きがテーマの作品、あの、タヌキとかのやつね。いや、有名ですよ。しがらき焼きって言ったら。しがらき焼きがテーマの作品、スカーレット朝ドラ、そっか、それはスカーレットか、朝ドラのね。そうよね。あ、でも、スカーレットが放送してたのはちょうど1年ぐらい前でしょ？あ、そうやんか。あれ？だから、戸田恵梨香さんと、しがらき焼き、ニコラス作ってたっけ？出てた？ニコラス・ケイジ。え、そんな、朝ドラにニコラス・ケイジ登場みたいな。番宣なしで出てきたみたいなあったっけ？そんな、戸田恵梨香さんと一緒にしがらき焼き作ってたっけ、あの、ゴーストニューヨークの幻みたいに。こう、作ってたっけ、こう、なんか、手伸ばしてやってたっけ。おかしいなぁ。もし美術賞の役とか、なんか、こう、アメリカとかに、この、素晴らしいしがらき焼きっていうものを発見した、最初に発見した、美術賞の役とか、うん、これは素晴らしいっつって。で、そこでこう、発展していくみたいなストーリーあったっけ？もしか本人役やね。ニコラス・ケイジがやってきたっていう。神回。ニコラス・ケイジがやってきたっていう神回。全然見たいな。急に何の文脈も関係なく、ニコラス・ケイジがやってきたって。おもろいけれども、そういうことなのかな。なんやろ。でもやっぱアメリカってこう忍者とか好きやからさ、甲賀かな、じゃあ。甲賀に行ったんかも。うん。忍者の里ですよ、甲賀。甲賀流ね、甲賀。か、なんか、もしくは、これから忍者映画でもやんのかな？うん。の役作り。なんか、ラストサムライとか、そんな雰囲気で最後の忍者が実はアメリカにいて。あ、いいですね。いいですね。最後の忍者が実はアメリカに子孫末裔として残ってて、とか。やっぱこれ言っちゃったやつかな、俺。先に言っちゃったやつかな。お、ニコラス・ケイジが。あ、でも、ちょっとかっこいいけどな。だから、向こうで言う、その、こっちで千葉さんみたいな、こう、千人みたいな感じで、ニコラス・ケイジが出てきて、若手忍者育てて、みたいな。で、多分ニコラス・ケイジは、あの、もう、こいつら、あの、街中に放とうというタイミングでわざと死んだふりとかするんですよ。で、こう自由になったっつって弟子たちがこう都会に行って、だから、伊賀のカバ丸みたいな。わかる？わからんか。伊賀のカバ丸。俺今なんで伊賀のカバ丸出てきたんやろ？わからんよね。伊賀のカバ丸知らん。知らへん。カバ丸。伊賀のカバ丸っていう映画。あの、ジャック全盛期のいろんな人が、真田広之とかも出てるやつ。カバの忍者じゃない。伊賀のカバ丸。カバ丸っていう、カバの忍者じゃない。カバオくんみたいな忍者じゃないよ。違うよ。ニコラス・ケイジそんな役せえへん、中に。いや、かっこいい映画があったんよ。ね、カバマルが、あの、千葉さんの元で修行してたんやけど、おじいちゃんの千葉さんが、途中でこう、なんか羊羹みたいに詰まらしてガタって急に死んで、亡くなって、うわこれでやっと自由だ、俺は都会に行くっつって山を降りて都会に降りて、初めて焼きそばとかを食べて、お金払わずに焼きそば食べて捕まえそうになるっていう知らん、そう、忍者都会へ行くっていう知らへん、そこで
高校に入学して、そこで、真田広之さんの演じる、めちゃめちゃエリートでかっこいい、学生と出会うんやけど、実はその人が、兄弟子で、先に、都会に降りてた忍者で、戦うことになるっていう、話知らん。焼きそば千杯、焼きそば千杯って言いながら、食べる、やつ知らん。コメディコメディちょっとコメディアクションみたいな、うん、懐かしいっていうか俺も世代ではないんやけどな。家にめっちゃあったから見てたわ。そう、焼きそば千杯、焼きそば千杯っつって、兄ちゃんお金あんのかって、屋台にそのまま鉄板のまま手で食うんよそのカバン丸は。で、兄ちゃんそんな食べて美味しそうに食ってくれていいけどお金あんのかっつって、お金は持ってるよっつって、この金なんていうの、小判みたいなのを出して払うっていうああ、懐かしい。ちっちゃい頃よう見てたな。親父が好きやったよな。見てたな。じゃあ、それはいいんよ。カバマルの話はいいんよ。カバマルのハリウッド版？あ、でもそれは、マジでちゃんとやったらすごいかっこいいと思うで。うん。真田広之さんのこう、無知使いなんですよ。めっちゃ強いね。うん。とか、この話、ちょ、マジ見てほしいな。神映画やから、ほんと。いろんななんか、学園祭みたいなシーンで戦うのよ。その、真田広之一派と、その、カバマルの身体能力がすごい戦うんやけど、戦う競技がさ、マジ今じゃ考えられへん。やっぱ当時の人たちのアクションって。どれだけ高いところから正確に落ちれるかっていう。っていう。バトル軍のシーンがあって、めちゃめちゃクレーンで高いところから下の、このなんか、でっかい白いクッションみたいなのがあって、四角い。で、その、真ん中に赤い印があって、そこに背中向きで、こう、手を十字にした状態で、こう、正確に落ちるっていう、バトルをすんのよ。マジで。クッションはすっごいでかいし、あれないけど、っていうのとかさ。やってんのよ、マジで。地味。そう、地味なんやけど、でも映像で見たら迫力すごいから。迫力すごいから、ほんと。倒れるのは確かに引きの絵で飛んできて、ボフってなるだけなんやけど。嘘やろっていう。いや、当時のね、ジャック全盛期すげえなっていう作品なんやけど、もしかしたらそれの、ありえるなぁ。あ、そうか、伊賀のカバマルの話をするとは思わんかったな。続編とかもあるからね。いや、でもやっぱ甲賀や。甲賀にヒントはあるかもな。ニコラス・ケイジがな。でも、どん撮影でだと思うけどな。でも観光で来てたらやっぱ渋いよね。観光で滋賀行こうはもうやっぱ好きすぎるもんな、日本が。親日化すぎるもんな。いや、それは大阪や京都へのアクセスは抜群ですよ、滋賀は。もう車ってか新幹線みたいなのがもう、電車で20分ぐらいで大阪とか行けるもんね。京都か行けるから、うん。でも京都まで来れたらもう大阪なんですぐやから。いろいろ回ってたのかな。ちょっと真実はわかんないですけれども。で、あとは、あとあったニュースは、R1。優勝、ユリアンレトリーバーっていう。あれ？今まで優勝したことは？ R は優勝してないのか？なんかもう優勝してたような気がしてたけど。そうか、ザ・ W の方か。あ、そうなんですね。っていうニュースだったり。てか、そっか、ユリアン、そっか、渡辺直美さんか。アメリカに行ったって言ったのは。そっか、今一瞬ごっちゃになってた。で、あと他にニュースは、上野動物園のパンダが交尾。この間テレビでさ、上野動物園のさ、壁の黒いシミをさ、汚れを落として、で、それで白と黒ができんねんけど、それで上野動物園のパンダのアートを作ったっていう天才が、林修さんと喋る番組見た？見てない？天才。上野動物園の、壁に、その壁が汚れてて真っ黒やってんて。で、その壁を、の汚れを、要は落として、
で、その、要は、落とすとさ、壁の本来の色出てくるでしょ。それの、だけでパンダを描くっていう、アートを、やった天才の話。の、この、見てない?すごかったよ、その人のアートの。このテレビで見た。で、その人が、他にもいろんな、だから東京芸術大学に首席で入って、すぐに辞めさせられたみたいな人で、で、林修さん先生と、話す、対談するっていう番組やってたで。でも、なんか、林修先生方がいろんな天才と会うみたいなんで、もう見た目もさ、サングラス、メガネかけてんねんけど、サングラスしてんねんけど、片っぽだけなの、レンズが。いやいや、そんなわけないじゃないの。そんなわけじゃない。ほんまやから。で、ヒゲ生えてんねんけど、ヒゲもう片方だけ剃ってん、全部。もういかにも天才っていう、いや、コミックスやんじゃないねんって。いや、俺も、いや、コミックスやんと思ったよ。思ったけど、もうマジの天才。で、その人のなんか生い立ちが、なんかずーっとこうやっぱ学校とかも馴染めなくて、家に引きこもってたらしいんやけど、で、その間にずーっと IQ テストのなんか、やつを家でずーっとこもりながら解いてたら、日本3位になったみたいな。IQ 日本3位の天才で、東京芸術大学行って、で、そういうだからその上の動物園のやつもゲリラ的な、アートやから、すぐに消されちゃったらしいけど、みたいな。やってて、うわーと思って見ちゃった。東京芸術大学の、芸術のところに関係者以外はここ入れませんっていう看板をかけて、東京大学にして、東京芸術大学から芸術はなくなったって表現しました、とか。やってた。うん。人と林修先生が対談してた。見ちゃったんよね。すごい。俺と同い年か、もうちょっと若いかぐらいの人で、そう、こんな人いんねや、と思って。すごいよね、その発想力ね。いろんな、なんか、なんでこんな話になったか忘れたけど、動物園のパンダが交尾したっていうとこからやけど、そう。わーと思って、発想力やなーと思って。ちょっと興味湧いたっていう。うん。この間テレビで見てた。ディズニーの水でどういうこと？ディズニー水で床に隠しておんの？え、ミッキーとかを？あ、そうなんや。でもそれはさ、汚れてる？床。水でこうアートを描くってことか。ああ。そういうところからあれを得てんのかな。着想っていうか。それはパフォーマンスで従業員の人がやるってこと？あ、そうなんや。それ知らんかった。でもそういうことなんちゃう？うん。でもそれを無許可でやって消されてるから、その人は。そう、なんかそういう、バンクシー的なことよね。簡単に言うとね。うん。でも林修先生も言ってた。でも君がやってることはバンクシーと一緒だよね、つって。バンクシーの絵は消されないけど、君の絵は消されたっていう。でもそれが今後変わるかもしれないねって言ってたよ。もう、すごくない？一緒とか言われんの、ちょっと嫌そうやね。でも、やっぱりさすが天才で、俺もそれ思って、あ、一緒とか言われんのどうなんやろうって思ってたら、ちょっとニヤついて、そうですねって言って、で、それに多分林修先生も、やっぱ賢いからすぐに感じたんやろね。あって。で、そうやって自分のやったこととかが、みんなに認められるとか、知られるってどうなの？みたいな。質問すぐに返したんや。うわ、すごさすがと思って。したら、ようやく受け入れる準備ができました、みたいな。肯定、それもいいなと思いました、みたいに言ってたから。もはや、それすらもいいんやって。すごくない？俺らの知ってる天才はさ、人と一緒とか絶対嫌やん。ましてや、バンクシーなんて一番有名な。俺嫌やし。人と一緒とか言われるの一番嫌やし。何々みたいですねとか。は？全然ちゃうし。って思うけど、やっぱほんまの天才はやっぱりね、
それぐらいの受け入れ方がやっぱあったよ。うん。っていうのはちょっとこの間見てて気になったわ。それでは今週も始めていきましょう。菅田将暉のオールナイトニッポン。改めましてこんばんは、菅田将暉です。毎週月曜日のこの時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。東京、神奈川、埼玉、千葉は緊急事態宣言が延長と、3月21日をめどということでね、もう少し頑張らなきゃですね。頑張っていきましょう。では、今日もリスナーのあなたにメールで参加していただきたいなと思います。今日何でもいいです。ぜひ送ってください。受付メールアドレスはsuda@allradionippon.com sudaatmarkallradionippon.com。番組にメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に番組オリジナルの赤ペンをプレゼントいたします。住所と本名をお忘れなく。同じ内容のメールは1通で大丈夫です。ツイッターのハッシュタグはシャープ菅田将暉 ANN、 ガシガシつぶやいてください。ということで深夜3時までの2時間、最後までお付き合いください。おいおい、解き放ってもいいんだぜ、光のラジオってやつをよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。この時間は僕、菅田将暉がお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム、ブルドーザー。我々滋賀県民は、琵琶湖以外何もないような表現をされると、顔を真っ赤にしてマジ切れします。いえ、そんな風には言ってない。そんな風に言ってないよ。しかし、じゃあ何があるんだと言われたら、信じられないほどもじもじします。何も、他に何があるんだって言われたら信じられないほどもじもじします。何の理論武装もしてないのに学校を仮病で休もうとする小学生みたいで可愛いだろ。可愛いな。でもそんな言い方してない。そんな、あの、近江牛とかそうでしょ？あるやんか。美味しい和牛ね、近江牛あるじゃないですか。いや、それはそんな、あの、他に何もないみたいな言い方してないよ。琵琶湖あるっていいやん、なんならね、日本で一番大きい湖があるっていう、もう琵琶湖という体験で相手をボバッサーでええやんか。そんな、なんかたこ焼き、なんかこのお好み焼きとかっていう探検なんかよりも、琵琶湖っていう体験で一発やろ、バーンで。もうよ、それで余裕やんか、全然。もうあの、なんていうの、でっかーいさ、でっかーい、もう体験があるわけです。武器があるわけですから、もう、あの、王騎の、キングダムの王騎が持ってる矛みたいな、後に真に託されるあの、でっかい、あの矛があるねんか、ええやんか。そう、王騎の矛は琵琶湖よ、だから。それを今シンがまだ持たれへんなってやってるわけですから、それでいいやんか。ラジオネームオポチュニティ。ニコラスケイジが滋賀にいた理由ですが、はい、宮川大輔さんがイッテ Q でイングランドのコッツウォルズにチーズ転がし祭りのために行ったように、ああ祭り男でね、行ってますよね、たように、ニコラスケイジもアメリカの日テレみたいな。嘘やろ。マジ番宣でニコラスケイジもアメリカの日テレみたいな局が企画した滋賀の鳥人間コンテストを見てくるっていうロケの企画だったのではないでしょうか。向こうの8匹でニコラスケイジが日本に鳥人間コンテストっていうのがあるらしいっつって、 What?滋賀どこやねんって大立ち回りだったと思います。嘘。あ、そう、そんなこと、そうか、イッテ Q でもたまに行くもんね。あの、松潤がなんか祭りに参加するやつとか見たわ。田植え祭りみたいなとか。そんな感じで。マジか。じゃ、番宣で来てたのかな。鳥人間コンテストのなぜ、それにしてもなぜそこに行ったかやけどな。ラジオネームマックフライ家族。映画伊賀のカバマルでは、カバマルが通う学校は、あ、そうや、金玉学院ね、金玉学園って書いて
金玉学院。あ、そうや。あ、そうや。懐かしい。そう、しょうもな。金玉学院なんよ。金玉学院って書いてね。あ、そう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 。金玉学院ね。コロコロコミック。原作コロコロコミック。あ、そうそう。金玉学園やった。金玉学園なので、ハリウッド版カバマルでは、ペニスジュニアハイスクールになりました。それはそうじゃない。それは、もしカバマルが原作なんやったら、それはそうなるよ。カバマルオマージュってそうなると思うよ。ああ、下品や。めっちゃ下品や。いや、そうやったな。そうやったし、そこで、あのね、テニス部員のめっちゃ綺麗なお嬢様が出てくんのよ。ヒロインと対立してる、ちょっと、あの、なんていうの、高飛車で、あの、わざと嫌な、こう、なんかテニス部の部長みたいなのも、なんかね、そういう名前やった。あの、金玉じゃなくて、いじられるような、下系の名前、結構そういうのがいっぱい出てくんねんな。あー、懐かしいな。やっぱ、水遁の術でこう、やっぱ、女風呂、行くやろ。これね、行くんですよ。あのね、竹を、あの、こう、池の中にこうやって、あの、竹でさ、水をこう、ふーってやって、潜んで、水風呂、あの、女風呂を覗いたりとかしてたわ。これするわ。絶対する。はぁ、懐かしいなぁ。言ってたなぁ。伊賀のカバ丸の話を。孝太郎まかり通るって続編もあるけどね。そう、続編みたいな。孝太郎まかり通るみたいな。続編なんか同じ人がやってて、それも同じように忍者とかが学校に忍び込んで、普通の生活をして戦うっていう話。孝太郎。これはカバマル。そう。同じ、でも同じ俳優さんがやってんだけど。そうそう。やってたよ。あの、柔道部員50人ぐらい倒すやつ。シーンがあったりして。孝太郎まかり通るの方が、孝太郎まかり通るは確か原作が漫画なんかな。ちょっとこのエッチな漫画っていうか。うん。あったよ。ほんまやからね。ほんまやからね。お知らせです。来週、ゲストが来ます。竹内涼真来ます。ありがとうございます。竹内涼真来てくださいます。いつぶりですかね。何回目なんやろ。今回で2回目？そうか、定一の国の番宣でみんなで来た時以来か。あ、そうか。なんかもうなんか何回か来てそうなあれですけど、竹内涼真くんがね来てくださいます。僕須田まさきが主題歌を担当しているドラマ、君と世界が終わる日にのまあ、主演が竹内涼真ということで、そんなご縁もあって来てくださるという。どうしましょうね。あの昨日か、この君と世界が終わる日にの、放送日の数時間前に毎週竹内涼真がインスタライブをこうやってて。やってるみたいで、で、そこに昨日ね、出てきたんですよ。で、久々に龍馬とちょっと喋って、なんかね、そっか、龍馬そういうとこあるよなと思ったのが、須田さんの星を仰ぐ、まあ、主題歌のね、星を仰ぐすごい聴いてますと。で、自分でもこう歌うように練習してますみたいな。おー、ありがとうみたいな。で、個人的にもこう、ちょっとファルセットとかも多用しててさ、で、龍馬が歌めっちゃ好きなのも知ってるから、なんか気に入ってくれたらなぁ、みたいな、合うかなとかと思ってたから嬉しいよ、みたいな。そしたら龍馬が、僕一個見つけましたと。ビーズの稲葉さんの歌い方で星を仰ぐをすると、めっちゃ歌えるってことに気づきましたから聞いてください、つって、目の前でやられて、とんでもない空気になったんやけど。どうしたらいいねん、それ。それ俺どうしたらいいねん。俺でけへんしやな。どうしたらいいねんっていうね、っていうようなやつなんでね。何しでかすかちょっとわかんないんで、ちょっとね、若干怖かったりもするんですけどね、ほんと。なんかその後に、現場に多分いたんでしょうね。中条は、さんが、まあ、ヒロインやから、なんか、こうすぐに須田くん元気みたいな感じでフォローでこう入ってくれて、ああよかった助かったみたいな、そんなやつなんで、そうだったって
大胆不敵なやつやったと思って。まあでも楽しみですね。そんな中こんなメールが来てます。ラジオネームリサ、須田さん。はい。先週の星野源オールナイトニッポンはお聞きになられましたか？先週の放送がちょうど源さんの楽曲くだらないの中にの発売から10年だったため、ラジオで流していたのですが、リスナーからの須田くんが有村架純ちゃんにこの曲の弾き方を教えたらしいですという。はいはいはい。というメールに対し、源さんが、おいこれネットニュースで見たぞ。弾き方教えてくれって、須田に言われたから全部弾き方の動画まで送って教えたのに、これ、かすみちゃんに教えるためだったのか、須田と、お怒りのご様子でした。笑い。さらに、そのレクチャー動画を保存し忘れ、もう一度その動画を源さんに送ってもらったそうじゃないですか。笑い。かすみちゃんには、源さんからを直接教えるらしいので、須田さんからはもう教えなくて大丈夫だそうです。笑い。参ったなぁ。いやぁ、参ったなぁ。バレたか。いや、ちょっとこれ、バレるですよ。バレるですよ。これバレたか。やべえなぁ。どうしようかなぁ。これバレるとな、いろいろ他にもな、他にもバレてないのがあるんだよな。この方法っていうかな。いや、まだね、他にもバレてないのあるんですよ。例えば、クリピーナッツ、アルステにね、いろんな、このラッパーどうなんですかとか、ラップの仕方とかフローとかのこと聞いたり、ラップ専門用語とかね、聞いたりして、他のところでその知識を披露してるとか、あのラッパーってどうなんですかみたいな。フォークさんってやっぱどこがすごいんですかみたいな。で、そのインプットした情報他のところで、やっぱね、フォークさんってこういうとこあるらしいね、みたいな。アイスバーンの時こうやから、みたいな。とかな、やばいな。クリーピーナッツマジでな。そこはほんとちょっとな、松永さんとかもな、一緒に曲作ってリハーした時に俺結構 DJ のこととか聞いたんですよ。ターンテーブルのこととか、ちょっと触らせてくださいよ、つって。これ何なんですかつってこうで、ああ、こういう難しさあるんですね、みたいな。でも松永さん優しいから、こうやったらもっと上手くなるで、とかっていう情報を他のところで。他のこれ、ターンテーブルってやっぱね、このね、このクラッチが、みたいな。やっぱ、基本でいて一番むずいらしいで、みたいな。とか言ってたからな。やっぱその道のプロに聞いて、その知識を他で、使うっていう俺の技が、バレたな。いや、マジか。そうね。そうな。例えば、大河とか、やっぱ映画詳しいからさ、何見といたらいいっていう。今何が熱い？クロートは何を見るべきなんっていうのはここ10年ぐらいやってるし。で、その得た知識を他のところで、やっぱグザベードランはとか。ホアキンは、やっぱ10年前から俺は好きやったし、みたいな。ジョーカーの時に、ほらなっていう。とか山田孝之さんにお寿司屋さん聞いたりとかね。あそこ銀座のあそこがいいらしいでとか、うん、他のスペイン料理やったらここやでとかっていうのもな、やっぱ他でグルメぶるときに使えてたりしてたらいいな。やっぱな、これはちょっとな、ヒューイ君にギター習ったりとか、うん、小栗さんにハリウッドのこと聞いたりとか。ハリウッドってやっぱね、ワンテイク90回ぐらいやるらしいね。でもね、向こうの人たちは何とも思わず毎回同じように90回ぐらい酔っ払った芝居とかするらしいで。やっぱだからあえてワンカットワンカット精度上がってんねんな。見てないのに。一回もその景色見てないのに。ああ、本当に。ああ、でもやっぱそうね、
でもやっぱ大人じゃない人にバレると、こういうのって面倒いけど、よかった、星野さんで。星野さんやっぱ大人やから。よかったな、優しいしな。いや、これ違うねんて！これ違うんですよ。これね、いや違うのよ。そもそも冤罪なんですよ。その撮影時期とは1、2月で、その時に有村さんに確かに くだらない中にはね、が好きっていうから、こう教えたり、教えたりっていうか、まあ、この行動表のね、見方ぐらいですよ、僕は教え、弾き方なんてわからんから。で、ちょっとこう、やったりとかさ、そういうシーンもあったし、で、でも、本当に星野さんはね、優しくて送ってくれたんやけど、それは、その後の、4、5月の非常事態宣言下の時にね、わざわざ星野さん送ってくれて、この間現場でこんなんでしたよ、っていう、くだらない中にをやってたんですよ、つったら、あ、そうなんて。で、ちょっとやりとりで送ってくれたっていう経緯なんです。それ、時系列がちょっとね、全然違うんで、違うんですよ。だから、確かに霞に、ハリウッドの話とかしたりしたけど、おすすめの映画の話とか、寿司屋さんの話はしたけど、星野さんに習ったギターの弾き方は教えてないし、うん。その時には教えてもらってないから、俺、星野さんに。そう。だからそこは違いますよっていうのはね、ありました。いやー、バレるねー。俺のこの、十数年の芸歴により得た、素晴らしいその道のプロたちの技術を聞いて他でやるっていうインチキ俳優の、俺の、俺の情報源。情報源ちょっとさ、バレたな。でもちょっとせっかく仲良くなったんだよね、皆さん。これからもちょっと仲良く、お願いします。ああ、優勝しました。ありがとうございます。本当、ありがとうございます。本当にありがとうございます。全ての人に感謝してます。はい、やっと優勝できました。菅田将暉のオールナイトニッポン、優勝できました。菅田将暉です。この時間、菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネーム、赤黒の弱者。さっきあなた誰かに似てるねって言われると腹立つっておっしゃってましたが、うん、あなたはいろんな人に似てるパクリゴミカス受け売り二番線自慢だったんですね。幻滅です。いや違うよ。いや他の人からこの吸収して他のところで使うっていうはいわばコピー能力ですから、ハンターハンターでいうクロロとかクロロルシールフェルとかナルトでいうカカシ先生みたいなことやから、これはもうここまで来ればこれはもうチートですから。コピー能力っていうのはもうあまたある少年漫画でチートですからね。でテニスの王子様でいう仁王とかはもう最強って言われてますから、手塚の能力とかで全部使えるし、うん。黒子のバスケの着せだってそうですよ。パーフェクトコピーだっけ？それはもう完璧ですからね。お前らが一番憧れるやつよ。コピー能力が一番強いんやから。主人公をいつだって助けんねんから。それはもう間違いないですよ。で、似てるとコピーは違うからね。そうそう。模倣の先にオリジナルがあるから。これはもう、そりゃそうですよ。僕らのやってることなんて全部模倣なんですから。名残です。ん？何？何？どうした？何？え、だから、もう今この世にあるものなんで全て何かの模倣であり、名残です。そうです。それがやっぱ、しゃあないですよ。新しいことなんで、それはね、模倣の中でしか出てこないですからね。ラジオネーム、キルト記事。竹内涼真が来ると聞いて、はい。改めて初めて来た日の放送を調べてみたのですが、この日の出演者、須田、野村修平、志尊淳、間宮祥太郎、千葉雄大、竹内涼真でした。そうね。そうやって改めて言うと、さすがにラインナップすごすごラジオすぎませんか？なのに何にも覚えてないんやけど。
そうやな。いや、その、だから、当時とね、今とではやっぱそっからのそれぞれの活躍が違うから。うん。当時は、まだみんな揃えれたんよ。公開っていうのもあったし。うん。やっぱあれから、育ってるから。育ちに育ってるから。そういうもんですよ。それはそれぞれね。うん。もう無理よ。もう今は無理でしょ。これはだって。こんなもん映画でも無理よ。キャスティングでも無理よ。無理無理無理。だって定位置の国の時に俺、龍馬を始めましてで知ったから、そりゃもう今と比べちゃあれですからね。そうよ。翔太郎とか周平とかね、みんな10代から知ってるけど、あん時のね、コンビニの前とかで集まって遊んでたあの頃とは学校帰りに集まってあの頃とはちゃうから、それ違いますよ。今は無理やな、確かに。ねえ、今ね、続編とかってね、定位置の国とかってやっぱ見てくださった人多いから続編とか言ってくれるけど、こんなんもう映画何本分よ。何本分よ、こんなもん。いやー、それはもう一本じゃもう足らんよな、いろんなものがな。ありがたいことやけどな。ラジオネームミントパーク、滋賀県民です。あ、どうもこんにちは。僕は滋賀が大好きです。はい、大好きだけど琵琶湖を体験だと思ったことはないかな。琵琶湖は琵琶湖やん。なんなんす、ちょっと調子乗り出してるやん。なんかちょっといいように言ったら、なんか、いや別に、そうですよね。体験だと思えばいいんですよね。体験ですよね。で、いいやん。なんだそのちょっとハスに。いや、でもまあ体験だと思ったことないしなぁ。まあ、琵琶湖やん。全然普通やん。これぐらいできるって普通やん。なんその感じ。ちょっと調子に乗り出すなよ。いや、それは琵琶湖は体験やと思うよ。なんか、それでいいやん。ラジオネーム、エミミミ。先ほどから、伊賀のカバマルを、ジャンプコロコロコミックと言っていますが、まあな、金玉学院とかあったしな、その内容もな、と言ってますが、カバマルは、別冊、マーガレットにて連載されていた、あ、そうなんや、正真正銘の少女漫画です。あ、知らんかった、そうなんや。ちなみに、2015年に続編が連載されており、新しいコミックスの表紙はギャンギャンのイケメン忍者が焼きそばを食べています。ほらほら、焼きそば先輩カバマル。そうなんよ、そうなんよ。あの車の上に車がね、目の前に走ってくるの、カバマルの前にブワーって。で、そこので、このままで引かれそうになるやんか。そこをジャンプして上の屋根にへばりついて、カバマルが。で、そのまま、車が止まるまでへばりついてたら、焼きそば、先輩食べさせてあげるよって言われて、その、学校かな。誰かに、賞金として焼きそば先輩食べさせてあげるよってなって、カバマルはよっしゃっつって、車がブワーっつって、走ってきてジャンプして上に飛び乗って、もうすごい蛇行運転をするのに、振り切られずにこう、カバマルは全然こう、屋根にしがみつくんよ。これ誰の車？これは学校の、誰かの車なんよ。で、ぐわーしがみついてて、確かに誰のなんやろ。わかるけど、しがみついてて、で、あまりにも、なんか、離れへんから、つって、その、運転してたやつと、そのなんか、敵対してたなんか組織かなんかの車なんよ。で、このままやったら負け、カバマルに負けたことになる、つって、ついにそのまま、なんか、駐車場みたいなところから、その先海なんやけど、海まで車飛び出すのよ、バーって。で、カバマルそのまましがみついたまま、海の底に、車と共に行くんやけど、その映画の、ラストが、そのまま、海の中でブクブクってなりながら、焼きそば先輩、焼きそば先輩ってやりながら、映画フィンって終わってくる。終わって。上がってきてるくだりなしに。っていう最後。え？何が？
その後？その後知らんよ。食べれたんちゃう？いっそ、焼きそば先輩、焼きそば先輩って。わからんけど。当時は、そんな後のことなんて考えずに見てたけど、バッドエンドか、これ。確かに。それまでの道中があまりにも過ぎて俺、気にしてなかったけど、あれ、バッドエンドやったんかな？怖？そっか、胸クソ映画やんか。ちょっとその漫画、そっか、でも少女漫画やったんや、俺知らんかった。え？あれ、少女漫画な？あ、そう、なかなか、だからリメイクでアクション、こう、ものにしてんのかな？いやー、少女漫画で金玉学園出てくる？出てくんのかな？びっくりした。で、引き続きあなたからのメールを待ちしています。では、こちらのコーナー参りましょう。月曜エンタメアカデミー。このコーナーではリスナーのあなたから送っていただいた明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報を紹介していきます。僕須田まさき、ドラマ、映画、舞台、音楽、テレビ、ラジオ、雑誌、なやかん、いろいろやっております。なのでエンタメの勉強をしなくては。リスナーの皆さんも一緒にエンタメの勉強をしていきましょう。では紹介していきます。まずはこちら、ラジオネーム、身から出たサバ。仲のいい同僚、 DNA 検査で姉妹と判明。読んでいきましょう。アメリカのとあるバーで働いていたジュリア・ティネティさん、ジュリア・ティネティさんとカサンドラ・マディソンさんは共にドミニカ共和国出身で、二人とも養子に出されたという境遇が似ていたこともあり、すぐに意気投合。同じバーで働いてた二人が意気投合。一緒に出かけてお酒を飲んだり、お揃いの服を着たりするほど仲が良く、そして見た目も似ていたことから、他の従業員に本当の姉妹のようだねと言われていました。はい、まあ仲のいい姉妹に見えるぐらい、こうなんか仲のいい二人って、まあまああるような気もするけれども。3年前、カサンドラさんがDNA の検査キットで自分のルーツを調べたところ、実の父親と会うことができ、そこで、彼女が生まれた頃、父の兄弟が病気になり、子供を育てる余裕がなくなってしまい、幼かった彼女と、もう一人の子供も、泣く泣く養子に出したことを、父から聞いた彼女。あ、自分がその養子に出された理由を聞いたと、父親から。で、養子に出されたもう一人がいるってことを知り、そのもう一人がこの仲のいいジュリアさんかもしれないと思い、ジュリアさんに DNA 検査を受けるよう促したところ、実の両親の名前が同じ、であることから、二人が血のつながった姉妹であることが判明しました。アンビリーバボーやん。マジでそんなことあんの？カサンドラさんは、仲のいい友人だった私たちが実は血のつながった姉妹だと分かって大興奮でしたと明かし、ジュリアさんもまるでテレビのようなお話だねと驚いたそうです。いや、そうよ、アンビリーバボーで、これ今まで再現 V よ。最後再現 V ずーっとあって、最後本人たちに尋ねに行くんよ。そうだったんですねって言って、そうなの、まさか本当に姉妹だったとはねっていう V が。すごいな。広い世界の中で出会い、仲良くなった同僚が実は血のつながった姉妹だっただなんて。まさに世の中は広いようで狭い話ですね。すごいね。確率でいくとすごいことやろ。いやー。でもなんかいい話ですね。養子に出されてて、だから家族とかってあんま分かってなかったってことですよね。DNA 検査するまで父親とっていうのも、会ってなかったってこと。だからずっと一人やなって思ってたら、姉妹がいて、で、しかもその姉妹が同じバーで働いてる、この仲のいいジュリアだったっていう。いや、すごいな。だから家族ができたってことですよね。いや、めちゃくちゃいい話ですね。どうすんね、一緒に住んだりすんのかな。ね、今まで
お揃いの服着たりとかって言ってたけど、本当の姉妹のようだねから本当に姉妹でしたっていうのを聞いた店長とかね。嘘やろっていう。え、お前ら待って、え、姉妹のようだねって、ちょ、似てるし仲いいし、なんかほんま兄弟みたいやなって言ってたけど、もう好み、なんか好み似てるなって店長てか店長の好み似てるなって同じような子を選んでんねんな店長っていう、ある意味店長にありがとうやわね、店長の好みやったよね、そのすごいな、面白い。でもいいニュースですね、めっちゃいい話でした。続いて、ラジオネーム綿菓子のベッド。2027年人工重力を利用した宇宙ホテルオープン予定。2027年、あと6年後宇宙ホテル行けるマジで。読んでいきましょう。カリフォルニア州の企業オービタルアセンブリーコーポレーション社によると、世界初の宇宙ホテルボイジャーステーションが2025年に建設が開始され、早ければ2027年に運用が開始され宿泊可能になると言われています。嘘。4年後から建設が始まって、早かったら6年後宇宙のホテルに俺ら泊まれんの。いや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 、行ける？そもそも宇宙にまで行ける？で泊まって生活して帰ってこれる？マジか。そんなことなってんの科学。え、そのホテルの形状は映画2001年宇宙の旅を想起させる観覧車のような外見で、直径およそ200メートル、ホテル全体を回転させることで遠心力による人工重力を発生させ、いやわかるけど、ホテルの内部に月面に近い重力がかかる仕組みになっています。で、あのこの BG 何え、最初さ、最初はなんかあのザ宇宙のこのババーンって壮大なからの、このなんかチャカ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 チャってのは何、その続きこんなんな、ほらほら、もうギターソロみたいな、なんかの楽器がソロ始めたで、ピアノかなこれ、なんかほらテラテラテラルンって、え、こんなん嘘、クラシックじゃないの。え、もう一回頭聞きたい。もう一回頭から。ね、宇宙の話します。そう、これよ、これ。そうよね。そう、だから、宇宙ホテルっていうのが、できるみたいですよ。2027年に。いける？宇宙に多分ある。宇宙にあるホテルで、で、どうやらそこで人工重力っていうのを発生させて、まあ、地球ほどじゃないけど、月面に近い重力は、なんかかかる。で、月が8分の1とかやったっけ？地球の。だから、あの、重力がないと生活ができへんから、あの、ちゃんと重力を発生させて、で、それが、あの、観覧車のような外観で、あの、遠心力で、回転させることで、こう回転させたらさ、遠心力で外側に重力かかるやん。だから、建物を常に回し続けることで、重力を作って、で、あの、生活ができる、宇宙の中でも重力があるっていうホテルを作るということらしいですよ、仕組みとしては。で、そのホテルには最大400人が宿泊でき、結構できるね。で、内部にはレストランや、どういうこと？ここ、な、急になんか、後ろからいっぱいバンドマン出てきたで。いっぱい、後ろからチャカチャカ、なんか、蝶ネクタイしたジャズマンがいっぱい。ギターの位置高いジャズマンがいっぱい出てきたね、なんかえ、こんな曲やった、びっくりした、イメージにないわ、ちょっとやめてほしいな、そんな展開いらんねんけどな、まあまあいいですわ。
で、内部には レストランやバー、400人が宿泊でき、内部にはレストランやバーもあると。で、宇宙を一望できる展望ラウンジ。ちょっと待って、宇宙を一望？宇宙、まあそうか。その俺らもこうやって空を見上げたら宇宙を一望に言えんくもないけどな。物は言いようやけどな。まあ宇宙を一望できる展望ラウンジ。そりゃそうやろうけど。スパ、ジム、図書館、映画館、コンサートホール。すごいやん。めちゃめちゃでかいホテルやん。など、長期滞在でも楽しむことができる施設が完備されてるそうです。マジか。で、特殊なトレーニングの有無や安全性の問題など課題は残っていますが、なかなか実現しなかった気軽に楽しめる宇宙旅行時代がいよいよ現実味を帯びてきました。ドキュメンタリー映画として2027年宇宙の旅の公開も夢ではありませんねと。マジで？映画館なんてもう普通ホテルにないよ。ないない。品川のプリンスのところぐらいじゃない？マジ？すごいな。宇宙にもうじゃあ気軽に行けんの？いや、いろいろすっ飛ばしてない？なんかもっと他に宇宙エレベーターとか。宇宙エレベーターないしまだ。さっきじゃない？あのパイプみたいな、宇宙家族ジェットソンみたいなさ、シュルンシュルンっていろんなところに行けるやつとか、なんか、で、てかリニアモーターカーはまだ？ねえ、リニアモーターカーなんて、さっきでしょ、全然。ねえ。あれはだってまだでしょ？だって、リニアモーターカーのまだ人間が耐えられる G すらできてないのに、宇宙には止まれへんて。そう。でもそうか。仕組みはなんとなく分かったけどな。でもこの特殊なトレーニングの有無やって。いや、いるよ。絶対ない、いらんことはないんじゃないの？いるよね。だって、月面の重力でさえ8分の1でしょ。トレーニングないと危ないよね。安全性の問題。いや、すごいな。もうじゃあ、すぐそこなんや、宇宙に泊まれんのは。いや、フリートークとかで。この間宇宙泊まってきましたーっていう。8分の1の重力ってこんなんやねって、喋れんのかな。すげえな。2027年ですからね。もうすぐそこですよ。続いて、ラジオネーム愛好変野。いかに自制心が備わってることが判明。いかに自制心が備わってることが判明。え、ちなみにこの BG、 これはさ、変なアレンジとかないよね。これまんまよね。ジャズマンたちいっぱい出てこうへん。高めのギターのジャズマン出てこうへんよね。倍のビートとかで取り、16とかで取り出したりせえへんよね。知らんかった。だからそっか、え、あの曲ってでも、あそこまで誰も聞いたことないからかな。もともと？それまあ今、俺らが使ったんが、特別版なだけよね。冒頭の印象しかないのか、いや、あれはあれだけなんじゃないのかな。ちょっと嫌やったな。ちょっとそれいらんわっていうね。なんか壮大なクラシックでいてほしかったのに、チャカ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 されたからびっくりしましたけど、いかに自制心が備わってるらしいですよ。マジ？イカってなんかちょこちょこ賢いとかって出るけどさ、ある研究者がイカに、イカの目の前にイカが2番目に好きな餌を置いた。で、2番目に好きな餌を食べずに、一定時間が経過したら、イカが一番好きな餌が食べられるようになりますっていう仕掛けを用意しました。ほう。
結果イカは50秒から130秒間餌を我慢できることが分かりました。ちゃんとその2番目の好きなやつを我慢してしたら1番目に好きなのが出てくるからっていうのを把握したってこと。イカがそんな賢いんで、ちゃんと1分か2分近く我慢できたとか。イカは餌となる動物を観察してチャンスを待つという捕食スタイルなので、あ、すぐに行かんねん。自制心が高いと考えられます。マジ？マジで？目の前に置いてある餌を後先考えずにむさぼり食らう系俳優の須田さん。うん、まあそれはごめん、そうやわ。イカを見習ってみてはどうですか？後先のこと考えて。いけるかな俺。もう今が良ければ全ていいからな。目の前にいっちゃうまいもんすぐ食いたいからな俺。イカ偉いな。無理やな、もうあのショートケーキのイチゴとかさ、すぐ行くもんな。まず行くもんな。お寿司とかもさ、なんかあの定食み、あの寿司がいっぱい並んでるさ、やつとか買うと、やっぱウニすぐ行くもんね。一番好きなやつから行くもんな、俺。マジでイカ。ちゃんと二番目の好きなやつ出てきて我慢すんねんや。二番目に好きなやつも結構好きなやつやで。二番目に好きなやつでしょ？俺全然すぐ行くな。マジか。俺一番寿司が好きでしょ？二番目焼肉。目の前に焼肉あんねやろ？いや、すぐ食うやろ。すぐ食うでしょ。焼肉食って、寿司食うから。いや、それ両方食いたいからな。マジか。いや、でもイカはあれよ、あの、兄弟とかおらんからよ。俺やっぱ三兄弟なんで、僕、うち。弟二人いるんで、やっぱ長男さっき行かなダメなんですよ。ダメなの。弟らはもう、あ、お兄ちゃんが一秒でも我慢したなと思ったらこれいらんねんやって思うから。そういう三兄弟ってそういうもんやからね。うん。やっぱ、あの、お兄ちゃんが行かんってこともすぐ行っていいんやって、もう、唐揚げとかさ、もういわゆる大皿とかで来るともう、大変よ。もう、ご飯なんていくらでも後で炊けばいいけど、唐揚げは、唐揚げは今揚げてる分しかないからすぐに行かんとなくなるから、もう全然ご飯なんて食べへん。うわぁ、もう、懐かしい。すき焼きとかさ、あの、やっぱ、三兄弟分ってなるとさ、みんなでせーので焼くんじゃないのよ。先におかんが、まず、お肉も最初にグツグツした状態の、お肉だけのまずすき焼きが来るわけ。それ、ボバーってなくなって。で、第2弾の時に、野菜とかも入ってるやつが出てくんねんけど、そこの時はさ、肉ブロック少ない。俺想像してみて、これは大変よ。でも、肉ばっか行きすぎるとおかんに怒られるから、ちゃんと、カモフラで春菊とか取るし、春菊、白菜とかも取って、うん。で、でも、好きあらば肉。で、うどん。バーって行きすぐお肉取って、ずーっとその春菊とかは、食べずに、卵の中に置いといて。常に、ちゃんと、いつおかんが、うちの皿を見ても、あ、野菜取ってんねんなって思う、ように、春菊とか入れてる。でも、実はその春菊は、何ターンも前の、何ターンも前の、最初の春菊。で、パフォーマンスの春菊を入れとくっていう。うん。でも、肉とかはもう、何回転もしてるから。っていう、やっぱ、ところで育ってると、やっぱ、それはもう、無理ですよ。好きなもんすぐいかんとっていう。だからいかに、やっぱ兄弟がおらんからそういうことができんだよね。うん。ということで、引き続き、誰か、明日誰かに言いたくなるようなエンタメ情報お待ちしております。受付メールアドレスは、suda@allnightnippon.com、suda@allnightnippon.com。メールの件名にエンタメと書いて送ってください。お待ちしております。ハンモックってさ、見た目とは裏腹？めちゃくちゃ寝づらいじゃん。そういう気持ち
絶対忘れんなよ。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。リアクションいただいてます。ラジオネーム夜もパン。いや全然琵琶湖とか全然普通やから、もう全然、ああもう滋賀のこといいからいいから、もういいから気にせんといて、もう全然、ほらもうこんな空気になってるやん、もうはい食べよう食べよう。なんなそこまで言うてへんしやな。なんちょっとずつ勢力を拡大してくんない、そんな言うてへんし。いや、もう全然全然、もうええからええから、もうそんなそんな褒めんといて、恥ずかしいし。そんなもういいよ、食べ食べ、もういい、喋るの食べよ食べよって。そんな盛り上がってへんし。そこまで盛り上がってへんちゅう。ラジオネームカズパロ。須田さん、はい。あなたは、重大なミスを犯しました。マジ？現在、日本中で、カバマルのラストのネタバレを避けるため、現在そんなことある？ここニュース誰一人知らなかったよ、カバマル。ツイッターを見ないようにするなど、多くの工夫を凝らしている中、あなたは国民が一番気にする終わり方まで話してしまった。これは、エヴァファンが黙っちゃいませんぜ。で、エヴァな？エヴァな？エヴァの方な？そりゃそうやろ、映画公開したからな。エヴァファンはそりゃそうやろうよ。あの違う、こっちはそっちのバーじゃない、カバマルのバは普通のバだから。エヴァンゲリオン、エヴァンゲリオンじゃない、カバンゲリオンでもないし、カバンゲリオンでもないのよ、カバマルの方だから。誰が今カバマルの、カバンゲリオンの最終回よ、カバンゲリオンの。いや、だから、カバンゲリオンみたいに言うから、こいつが。エヴァンゲリオンみたいに言うけど、カバンゲリオンみたいに言うてるから。え、カバの、伊賀のカバマルはカバンゲリオンみたいに言うから、こいつが、カバンゲリオンファンが、って言うから、カバンゲリオン最終回言わないでくださいって言うから。じゃ、それはエヴァな、それエヴァンゲリオンなって、俺は。カバンゲリオンのバは、バ、ひらが、あの、ブアじゃないよって俺は言ったんよ。ウニテンテンじゃないよっていう。エヴァファン、エヴァファンはそれは怒るかもしれんけれども。カバンゲリオンは何それ、カバンゲリオンは、俺も知らんよ。カバンゲリオンはだから、伊賀のカバマルのことよ。うん、カバンゲリオンっていうの。ラジオネーム、ユーリンチ。てか、さっきの宇宙の曲の店長の団体さ、マジで何？ほんまな？アレンジに常田大輝入ってる？いや、ほんまよ。あれな。すごいよね。記載がアレンジしたとしか思われへんよな。ラジオネーム、カニとメロンと回し物。先ほどの、パンパンパパーンの曲ですか。ツラトゥストラは、ツラトゥストラは、各語りき。ツラトゥストラは各語りき。という、1896年に作曲された交響詩。詩で。2001年、宇宙の旅で有名な、冒頭から転調を繰り返し、全9部構成で構成されている33分の楽曲となっています。え？あれ33分もあんの？え？マジか。ザ・宇宙の後、めちゃめちゃ低くなったり爆発したり、むちゃくちゃです。あ、え？じゃあ、2001年宇宙の旅ので聴いてる、たあの曲は、さっき聴いたのがオリジナルってこと？え？あ、じゃあ、あれが正しかったんや。でも、その、
要はあれ、あの曲自体がもともとあった曲、クラシックの、アレンジ曲ってことか。あ、そういうことか。じゃあ、この、最初の壮大な宇宙観のあるパンパンのところは、とこで曲として別にあるってことか。あ、やっとわかった。え、ちょっとクラシックの方を聞けない？あれ。あんの？クラシックの方。転調とかしないやつ。ちょっとお願いします。うん。これね、これ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 。なんかこう、いいよね。地球が見えるよね。宇宙が見えるよね。はいはいはい。これこれこれよ。いや、そうだね。いや、この壮大さやっぱすごいわな。いや、これよ、これ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 。この後ね、この後がさっきは変わってたよね。あ、もう一回来んねん。あ、もう一回戻んねんや。おー、おー、おー。うん。さっきはここでも変わってたもんね。そうだよ、明るいね。あ、これこれこれ、ここ、ここ。これこれ、ここ、ここ、あ、そうか、こんなんか。あ、これこれ、知ってる知ってる。てーん。あ、オッケー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 、そうそうそう。いや、これよ。これやと思った。で、終わり。だよね。あ、いや。で、これが元で、もう一回さっきのやつ、ちょっと宇宙の旅お願いします。ちょっと途中ぐらいから、はい、出してください。てんてんてってててててん。そういや、これはまだ。てんてんてん。いや、オッケーオッケーオッケー。ちょっとだからなんかやっぱちょっと高いギター持ってるやつとかベーシストとか入ってくるし、ドラマーは手をクロスせえへん、手を横に広げて細かく叩くタイプのドラマー。こんなやっぱビッグバンドやったよな。あ、そう、しゃれてんな。ほらシンセみたいな音入ってるよ。何回聞いても面白いな。おもろ。へえ。まあ、じゃあこれがその100年ぐらい経って改めてアレンジされたバージョンがこれなんや。あー、知らんかった。でこれがこっから区部構成で33分あんねん。いや、えぐ。待って、ってことはこっからいろんなアレンジ多分するぞこいつ。いや、ちょ、気になるけどな。33分は長いな。ちょっと長い。もう、足らんもん、尺。3時まで尺足らんもんな。あと23分しかないね、もう。うわ、このままずっと流しといてほしかった。気になるけどな。ちょっとまたそれ今度ちょっと聞きましょう。OK、ビバリいっちゃいましょう。東京ダースコレクション。改めまして須田まさきです。このコーナーではおしゃれ大好きファッショニスタリスナーから最先端のファッションを教えてもらっております。最先端すぎるがゆえに理解不能なファッションが送られてくることもありますが、それはこっちが遅れてるだけです。ダサいのはこっちです。皆さんついていけるよう頑張っていきましょう。ラジオネームいい塩梅。スケボー、いまいちなんでジャンプするとスケボーまで一緒にジャンプするのかよくわからないスタイル。いや、あれはどうやってんの？なんで本人が飛んでんのにさ、ボードも一緒にこう飛ぶの？なんでくっついてる？あ、スノボーみたいなこと？なんかガチャってしてんねやっけあれ。ガチャってしてたらわかるよ。なんでボワーって飛んでんの？降り？っていうか知らんけど、なんであれ飛んでんのか俺マジでわからんな。スケボー通ってないからな。なんかそういう欠点、何やろ、吸ってんの？え、ジャンプするときに、え、吸ってんの？
ボードをシュインってやってる。あ、でちょっとなんか引っ掛けるような形でシュインって上に上げてると。マジそんなことしてんの。あ、だからあれ一緒に飛ぶんか。知らんかった。俺スケボーって通ってないねんな。え、だからやっぱバンズの、あ、外側にそういうのがついてるってことか、あれ。だからみんなバンズなんかな。確かにバンズの側面なんかこうあるもんな、柄。あれでシュンってやってんの。知らんかった。ちょっとスケボー、スケート、スケーター文化ちょっと俺わからんからな。え、続いてラジオネーム寿司食えねえ。強豪校のランニングの掛け声全く聞き取れないスタイル。Let me take a selfie. いや、これはそうだ。えっさあさあさあえっさあえっえっ今そうだ。だいな、なにない、なんとかなんとかなんとか5号ファイオファイみたいなことなんやろうけどな。いや、わかるわ。うちのさ、アメフト部さ、アメフトって開始するときに、プレイするときに掛け声があって、クォーターバックの掛け声で、まあ、ワンプレイコード始まっていくんやけど、アイシールド21でさ、呼んだことある人わかると思うけど、セッハッハッハッなんとなくわかると思う。そのハット何回目で、全員スタートするみたいなんで、敵チームをこう騙すみたいなことなんやけど、俺それに憧れて高校入ってんけどさ、うちのアメフト部がさ、セットラーセスハッ、めっちゃ恥ずかしくて。まずセットー、いや、わかるでしょ、セットーさ、なんでそんな低く後に上がる。セットー、これね、先輩によってもちゃうんやけどみんな低いね。セットーって、うちんとこ恥ずかしかってんな、それシュート。俺しかもクォーターバックやから、それやらなあかんかったからさ。キクタンとこは、うん、え、ちょっと待って、じゃあこっち来て。ごめんごめん、ちょっとやって。菊田くん、ちょっとごめん。どんなやった？ちょっとお願いします。BR5 なんですけど、実際に言うと、ネオーくん。やっぱり、なんであれ最初低くいくんだろうね。ベアー。え、まぁ、喉でやるよね。ドーってやつ。原型なくなる。原型、谷村新司さんみたいな。ちょっと、OK、BR5 を、BR5 ちゃんと言うと、ベアーくん。いや、めっちゃわかる。めっちゃわかるわ。めっちゃわかる。なんでちょっとダミ声っぽくすんのかな、あれな。多分響くから。響くからかな。そんな響いてないんやけどな。いや、わかるわ。ごめんなさい。ありがとうございます。わかるわ。あれ、なんなんやろ、セット。ベアーゴ谷村新司。セット。なんか最初低いとか行くんよね。あれ不思議やったし、何言ってるか全然わからんかった。いや、懐かしいですね。さあ、続いて。ラジオネーム天草大王。俺の勤めてる会社、給料現物支給なんだよね。という、日銀社員の嫌味ジョークスタイル。そうなん？日、まあそうか。そうやな。日本銀行社員。しか、社員って言うの？日銀って。日銀の社員？まあ確かに日銀の人しか、現物って言われへんわな。お金のことをな。発行してるからな。すげえジョークやな。うちの会社、給料現物支給なんだよね。お金って。嫌味、嫌味っていうか、まあ、うん、そうやねっていう。続いて、ラジオネームタイマイ。25歳からバスケ始めてみたら死ぬほど楽しかったスタイル。あ、そう。まあそうやろな。そうか。今までは別にそんなに興味もなかったし通ってなかったけど、25歳になって晴れて初めてちゃんとやってみたら、こんなおもろいんっていう。あるわな、そういうのな。なんでかわからんけど、若手俳優界で数年前にめっちゃバレーボールが流行ったんよ。それこそ25歳ぐらいの時に。何やったんやろな。みんな殺球の日、体育館どっか押さえてバレーやってたから。あと、逆に10代の頃しかやらんやん。真剣にスポーツって。なんかちょっとこう、体動かしたいなってなってからやる20代半ばからのスポーツやっぱおもろいな。
ということで、引き続き最先端のファッションをお待ちしております。受付メールアドレスは suda@allandnippon.com suda@allandnippon.com、 メールの件名に東京ダースコレクションと書いてください。菅田将暉のオールナイトニッポン。菅田将暉です。この時間は菅田将暉のオールナイトニッポンをお送りしています。リアクションいただいてます。ラジオネームグーミー。なあかすみあんな、俺なかすみあんな知ってんねんけどな、あの宇宙のな、映画のな曲ってな、あれな映画のじゃなくてな、クラシックの曲やねんって。33分あるねんて。俺知ってんねん。長やろ。手繋いでいい？いける？いけるお前、それで。いけるかな？宇宙の名で伝わるかな？それでいける？めっちゃアホやん、俺。もう、俺のコピーはもうそんなもんじゃないから。そんなしょうもない。そんなコピーじゃないからね。あの、マジで、このちゃんとした関西人の感じ。ラジオネーム、別れ際ちょっとムッキーになる。いや、何回聞いてもさっきの宇宙の曲の転調が。いや、マジで、あれ、あのさ、曲変わる前にちょっと無言になるの、あれすごいな。ちょっと無言になるのよな。さっきの宇宙の曲の転調がいかつすぎて脳がバグるんですけど。いや、わかるよ。レコーディングの途中で緑色のマスクをつけたジムキャリーが乱入してきたんですか。いや、それぐらいちゃうよな。普段のあのジムマスクのジムキャリーがマスクつけた時ぐらい変わったもんな、陽気に。いや、あれは発見やったわ。よく今まで宇宙系のメールの時にあれ流すって気づかんかったもんやね。はぁ、やりかれてるわ。ラジオネームランドリーチキン。新劇場版カバンゲリオンではカバンゲリオンだ。おう、甲賀忍者に出会ったカバマルが逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだと言って立ち向かっていきますか。いや、行くよ、間違いない。間違いないっすよ。カバ丸が、逃げちゃダメだ、逃げちゃダメだ、っつって。甲賀忍者、多分これ、使徒？何のこと？敵のこと？に出会った、うん、戦うときにな。ラジオネーム、ナルセ。新世紀カバンゲリオンですが、暴走したカバーを見て、ミサトさんが、蕎麦を食ってるって言いますか？これやだ、これ、使徒ね。初号機があれでしょ？食うやつでしょ？違う。蕎麦、そうそう。だからそうやな。カバンゲリオンは焼きそば食うから。暴走して焼きそばを食い出すから。そう、食い出すよ。焼きそばを食い出すよ。んで、その、S2 機関っていうところで、手に入れて、また自由に動けるようになるから、それだから蕎麦を食べることによって、動けるようになるから。カバンゲリオン。だからその S2 期間は蕎麦の。あ、S2？ ん？あ、蕎麦の S ってこと？ラジオネームもんじゃ。あんたカバー。あんたバカー。あんたバカーの。菅田将暉のオールナイトニッポン。これどっち？え？あ、待って、どっちの方？アレンジ。マジかよ、しばらく間解かれへんねんな。ラジオネームジャイアントアツヒコ。どうも音楽有識者です。先ほどのかかったジャズマン出てくるツラトゥーストラは各語り機のアレンジはパーシーフェイスさんという、
ウェイイージーリスニング系のジャンルで、何そのジャンル、ウェイイージーリスニング系のジャンルで、超有名な歴史的作曲家、編曲家によるものです。そうなんや。ウェイイージーリスニング系。どういうこと？はいってこと？何？上？下もあるってこと？下イージーリスニング系があるってこと？全然わからんな。すごい人なんや、とりあえず。あ、でもジャズマンが出てくるってのは合ってんねんや。いやー、ジャズ、そっちやったー、そっちやったー、やっぱ楽器の位置高いな。みんな来い、みんなおいでー、みんな集まってきた最後に。あー、でもこれはエンディング感はあるわな。すごいな、この先の編曲アレンジがちょっと気になる。戻ったりすんのかな、どうすんやんな。でもこの辺のテテンとかはちょっとさ、最初の方の感情に行こうかな。なんやねん、お前らこれ好きに弾いてって言うた。はい、みんな好きにどうぞ。てれてれてれて、メンバー紹介みたいな。はい、ピアノ行くよみたいな。あ、来週、あ、来週は竹内涼真が来ます。はい、よろしくお願いします。来週竹内涼真くん来てくださいます。いやー、ちょっとびっくりした、今日疲れたな。いやー、まあ来週ね、竹内涼真もなかなか破天荒な男ですけれども、よろしくお願いします。この先気になる。というわけで、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は須田まさきでした。ほな！